はい皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは月論から、4時間市ボリンジャーバンド1問金衡表上昇トレンド進行中、ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、4時間足ベース、底堅く水いも調整ぶり警戒と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本位度平均線上昇しております4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です4時間市ストキャスティックス売りシグナルが点灯加熱感も出ておりますはい、4時間足一目金広表上昇トレンドの計上をしております それでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思います。まずは冷やしのボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストキャスティックス買いシグナルが点灯8時間足ボリンジャーバンドトレンドレスストキャスティックス売りシグナルが点灯2時間足ボリンジャーバンドもトレンドレスストキャスティックス買いシグナルが点灯60分足ボリンジャーバンドもトレンドレスストキャスティックス買いシグナルが点灯 はいこちら30分足ボリンジャーバンドトレンドですストーキャスティックス買いシグナルが点灯最後15分足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ストーキャスティックス買いシグナルが点灯ということですははいそれでは本日 はい。ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは97円の50レベル。97円の50レベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは99円ちょうどレベル。99円ちょうどレベルと考えております。はい。チームハローズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube えー YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください はいいそういうことでオーストラリアドレーン、本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。97円の50レベルから99円ちょうどレベル、97円の50レベルから99円ちょうどレベルということです。はいポイント、上昇トレンド進行中も過熱感発生ということで、ニュージャンシモリンジャーバンド1問均衡表、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯、過熱感も出ております。そういうことで、オーストラリアドレーン、本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には底堅く、水位も調整より軽快と考えております。 オーストラリアドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的にはがたく水位も調整より警戒と考えております。 はい、続きまして、板情報ということで、外貨ネクストネオのお客様の板情報です。まずは売り注文からなんですけれども、98円の50、98円55、98円60、売り注文たまってきております。ストップ注文につきましては、目星レベルのストップはないようです。続きまして、買い注文98円ちょうど、97円の80、97円の75ですね、買い注文たまってきております。ストップ注文につきましては、97円の90にたまりつつあるようです。お取引をされる際には、十分ご注意ください。 最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります